15周年記念コンサートにようこそおいでくださいました。どうぞ最後までお楽しみください。オープニングの曲はエレクトーン新井純子によるメヌエットでした。ここからはおことフルートが加わって、マダム・アラモードの音楽の旅にご案内します。まず第1曲目は、80日間世界一周、そして映画音楽ボジョーをお送りします。Thank you.
皆さん、どなたかと一緒に映画に行った思い出を、ね、思い出された方もいらっしゃったんではないでしょうか。次の曲はロシア民謡の代表的な曲で、フィギュアスケートの自由曲によく使われています。黒い瞳を聴きください。では、おことです。おこと安藤翔子。
私たちマダムアラモードも毎年大河ドラマのテーマ曲をやるようにしています。で今年は八重の桜、凛とした八重さんの生き方に感動しますけれども、その八重の桜をお送りしたいと思います。前ということですね。つい2、3年前あ、
馬のひずめとか小鳥のさえずり、水のブブブブっていう音、あとで足音も、はい、やってますけど、はい、400種類以上の音が出ます。それからリズムも200種類以上のパターンがありまして、それらを組み合わせて一つの曲を作っています。じゃあこのそうですね、それでまあこれは一応サンプリングした電子音ですから、やはりフルートとかココト の生の楽器が入ることによりまして、ますます臨場感が増して、そして魅惑のハーモニーとなるわけです。それがマダム・アバノード。はい、ありがとうございます。じゃあエレクトーンと生のフルートとお琴 のアンサンブルがいいということを純子さんは話をしてくれました。ところで、お琴の安藤さん、安藤さんもお琴を始めたきっかけを教えてください。私ちょっと口下手なので、ああいうふうにこう流暢には喋れないんですけれども、じゃあゆっくりと、ゆっくりと、はい、ドキドキしてますので、母が小さい頃ですね、母に連れられて近所のバイオリン教室でまず門を叩いたんです。ところがその時、その日に限ってお休み、バイオリン教室がお休みだったので、その時母がどうしようかしらね、あっちにお琴教室があるからあっち行こうかって手を引かれて行ったのが始まりだったんですけれども、母にして思えば6歳6月6日の手習いをぜひ一人娘にさせたいと思ったのではないかと思いますが、まあ、今に至ってはそのなんかとてもその気持ち、その時の気持ちに感謝しております。はい、ありがとうございます。お母さんのおかげですね。はい、はい、私です。努力は私。ああ、お母さんに連れられて努力したのは本人だと。なかなか上手にお話できましたね。はい、はい、それでどうですか、マダムとこうやって合わせていて大変なこととかありませんか。もう一番大変なのはやっぱり楽譜が違うということですね。マダムの時は専務で来るんですね、大体楽譜が。それをおことの縦譜というものに書き直さなければならないので、それの作業がちょっと大変ですね。よくわかります。純子さんがいつも新しい、ね、こんな曲をやろうよと新曲を持ってきてくれるんですね。それは結構何枚もある楽譜なんですけど、全部音符で書いてあります。それを安藤さんは全部数字に書き換えて、縦譜というのに全部書き換えて、それをパソコンで全部印刷してね、すごいです。もういつもヒーヒー言っています。まとめてくれてありがとう。ああ、いやいやいや、同じことを2回言ってしまいました、すみません。いやいや、という安藤さんでした。はい、じゃあ私がフルートを始めたきっかけはですね、2歳上に兄がいまして、中学校の時にブラスバンドに入っていました。そのブラスバンドの部員が足りないので、美穂子お前中学校に行ったらブラスバンドに入れって言われたので、しょうがなくブラスバンドに入ったのがきっかけで、フルートを担当して現在に至ります。でもおかげでね、こうやって本当に楽しく音楽を続けていられるので、何がいい方向に向くかわからないものだなとつくづく思います。どうぞ、ね、昔楽器をやったことのある方とか、またどうぞ始めてください。すごく楽しいです。はい、じゃあ次の曲は、アコーディオン奏者コバさんの曲です。いろんな CM でも使われているので、皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。ちょっとこうウイスキーでも片手に持って、そんな気分でお聞きください。過ぎ去りし永遠の日、thank you.
とうございます。聞いたことありました。なんかあの車の宣伝にも使われていました。なんかまだこう緊張が取れないうちに一部の最後の曲となってしまいました。ちょっとこの曲でしっかり緊張を取ってあの2部に行きたいと思いますので、皆さんもし手拍子でも